ないね。路面は多少荒れたりしております。いやー、見てくださいこの景色、素晴らしいですね。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。旅好きライダーです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ、今日はですね、この煽りがついんで滋賀草津道路をね、走りに行きます。いや、前回ね、ゴールデンウィークはレブルで行ったんですけどもね、あいにく積雪で通行止めでした。今回はね、これでリベンジにしに行きます。そしてですね、このアフリカツインでとてもね、かっこよく写真をね、撮れる場所があるんですよ。今日はね、そこの場所に行ってね、ぜひ写真を撮って帰りたいと思います。それでは今回もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、上里サービスエリアから出てですね、滋賀草津道路に向かいたいと思います。まずはですね、春菜さんへ行きます。いやー、それにしてもやっぱりね、夏休みということだって車が多いですね。それでは関越道に合流しましょう。はい、群馬県にね、入りました。渋川伊香保でね、おります。はい、それではですね、この関越道降りていきましょう。はい、それではですね、ゲートをくぐって春菜に向かいましょう。はい、それではですね、国道に合流です。国道17号線ですね。さあ、それではここ春菜さんの標識が出ました。35号線走っていきましょう。はい、県道に入りました。春菜さんに、ね、入る前に、一回ね、ガソリンをね、入れていきたいと思います。さあ、前方にね、見えてるのが春菜さんです。ちょっとね、曇ってるような感じですね。しかもですね、この夏場天候の変化がね、激しいんでね、ちょっとね、気をつけていきたいと思います。一応ね、カッパの方も積んできております。はい、ガソリンスタンドがね、見えましたので、春菜さんにね、貼る前にここで入れていきたいと思います。178円が結構高いな。はい、給油の方がね、終わりました。それではですね、春菜さんに向かっていきましょう。これでね、あの長野県のね、中野市の方まで行けると思います。はい、伊香保温泉までね、やってきました。ここはね、群馬の中でも温泉が有名ですよね。草津も有名ですけどもね、この辺りもね、結構皆さん人気があって来られます。さあ、温泉街をね、この過ぎてからは、ここからはですね、くねくねの続く峠道になります。まあ、今日は平日なんでまだ空いてるとは思うんですけどもね、気持ちよく走る道です。さあ、どんどんね、涼しくなってきました。ただいまですね、気温が26度まで下がっております。さあ、春菜湖、春菜神社のね、案内が出ました。あと3キロほどらしいですね。いやー、涼しいし気持ちがいい。やっぱ夏場はね、こういった高原走るのは最高ですね。さあ、それではここをね、右に曲がっていきましょう。さあ、この先ね、ロープウェイがあって、春菜湖になります。さあ、春菜湖までやってまいりました。
正面がですね、榛名湖ですね。目の前にね、湖が広がっております。写真撮っていきましょうか。はい、榛名公園にやってまいりました。正面にね、榛名湖が広がっております。今日はね、人少ないですね。いや、気持ちよさそうです。はい、それではですね、榛名湖から出発してですね、それではね、この榛名山を降りていきましょう。この先ね、楽しいワインディングコースが待っております。さあ、この辺りはね、そこそこお店が並んでおります。週末はこの辺ね、人本当にすごいんですよね。さあ、それではですね、これからこの榛名山降りてですね、裏榛名を楽しんでいきたいと思います。結構ね、橋田さんがビュンビュン走ってる道路ですよ。ここから一気に下りになります。この前ね、レブルで来た時もね、この道楽しく走ることができました。この榛名山なんですけどね、上りもね、結構な距離走ってくるんで、この裏榛名もね、結構距離あるんですよ。さあ、裏榛名降りてきました。さあ、これからですね、町が草津道路に向かって走っていきます。さあ、それではね、ここ左に曲がって、道の駅にね、向かっていきたいと思います。さあ、今日はですね、いつもはね、向こうに見えるね、国道を走るんですけどね、今日はね、一本この内側のね、道を走っております。こちらですね、信号もなく交通量も少ないのでね、快適です。さあ、今日はね、この吾妻峡というね、道の駅に寄ってみましょう。向こうのね、国道を走るといつもね、スルーしちゃうんですけども、今日はね、初めてこの上からね、見ていた道の駅に寄っていきたいと思います。吾妻峡ですね、入っていきましょう。駐輪場があります。はい、それではですね、道の駅から出発していきましょう。いや、この辺でキャンプして、あそこで温泉とか入れたら最高ですね。さあ、それでは国道にね、入っていきましょう。国道145号線出てきましたね。ここから草津に向かっていきましょう。はい、次の道の駅、ヤンバふるさと館までやってきました。前回ね、5月にレブルでも立ち寄った道の駅です。今回もね、ここに寄って行って、ちょっと休憩をしていきましょう。ここはね、結構充実した道の駅です。で、ここにあったらね、次はもう滋賀草津道路を走っていきたいと思います。人気のある道の駅、ヤンバふるさと館です。今日はバイク1台も止まってないな。珍しいな。
はい、それではね、道の駅から出発しましょう。大好物の草餅を買ってきました。どっかでね、ちょっとまた食べたいと思います。で、先ほどのね、道の駅、ヤンバふるさと館からですね、草津温泉までですね、まあ、25分ぐらいで到着します。いやー、このね、群馬の、景色が本当に最高です。そしてあの正面のね、山、あのポコッと出たんがね、本当に不思議ですよね。なんであんな出方したんやろうって感じですよ。さあ、この前ね、レブルで走りました。嬬恋へのね、あの道出ましたよ、標識が。ああ、本当にね、ここを左曲がればね、またあの気持ちのいい道をね、走れるんですが、もう走ってもいいですけどね、本当に。でもね、前走れなかったんで、あの滋賀草津ね、今日はこちらの道をね、楽しんでいきたいと思います。さあ、ただいまですね、滋賀草津道路に向かって走っていっておりますが、ただね、ちょっと天候なんですよね。あとは向こうの方がね、怪しい、なんか雲のような感じなんですよね。結構黒っぽい雲がね、おるんですよ。まあ、自分自身が雨男ということもあってですね、カッパは一応持ってきてるんですけど、ちょっと心配なところですね。ということで、ここ道の駅、草津運動茶屋公園にやってまいりました。ここもね、結構ね、ライダーさん立ち寄るんですよね。滋賀草津道路をね、行く前にここで休憩される人も結構おられます。さあ、あの左方向がね、滋賀草津道路なんですけども、どんなもんでしょうか。それではね、ここを左に曲がりましょう。滋賀高原白根山というね、案内が出ております。ゴールデンウィーク走れなかった滋賀草津道路、いよいよ今日このアフリカツインで3年ぶりに走ります。この前ね、ここですよ、ゲートが閉まっていたところはレブルで来たけどね、これ以上先は行きませんでした。さあ、今日は走れます。ちょっと待てよ、前のスクリーンが雨粒らしきものが、っていうか今私の顔にもちょっとね、雨かな、これちょっとね、ポタポタ来とるんすよ。なんか嫌な感じの真っ暗さです。さあ、なんかね、大粒の雨が降ってきました。突如大粒の雨が降ってきました。さあ、どうなんやろ、向こう晴れとるんやな、ここだけ違うんかな。来たらやむんやもんな、これな。絶対カッパ来たらやむんやって。あ、でも、通り過ぎるバイクは大丈夫そうな感じなんですけども、なんとか持ってくれ。さあ、いよいよこの滋賀草津道路の絶景です。さあ、やってきましたよ。これこれ、むっちゃ要所してる。この辺りはですね、まあ、ガスが出てるんで駐停車禁止となっております。うわー、来たなー、この匂い、まさに滋賀草津道路だ。そして3年ぶりにね、来れたことがとても嬉しいです。今日は平日なんでまだ少ない方でしょうかね。もう本当にそのまま垂れ流しで撮りたいですね。今ね、気温はね、24度ですね。涼しくて気持ちがいいですよ。さあ、ぐんぐん上に登っていっておりますが、この辺りはね、結構路面濡れてますね。雨が降ったような感じですね。しかもね、結構まだちゃんと濡れてるんで、まだ止んで間がなさそうな感じですね。それにしても、でも周りの雲が怪しいねんな
いや本当に怪しいわ。北に行くほどちょっとねやばいような感じですね。あ、このね滋賀草津道路にはね国道最高地点というね、写真スポットがあるんですけども、結構ね人気ある場所なんですよね。今日は平日ということでなんとかねちゃんと撮れたらなと思います。もうね週末とかだとねこう順番待ちみたいな感じで、まあ、止めるねスペースもちょっとね小さいんでなかなかうまく撮れないんですけどもね、今日はなんとかね撮れたらなと思います。あー来ましたよ、見てくださいあの山肌。さあ間もなくですね初音さんの休憩所というかパーキングエリアというんでしょうか、ここでね降りて、サプネさんの方にね登ったりします。ここはね有料です。ちなみに料金所がねあります。今日はねここまっすぐ行きましょう。ここね左に曲がっていきましょう。ちょっとね先に撮りたいところがあるんですよ。ちょっとねそちらに向かっていきたいと思います。ちょっとね寄り道ですよ。今ねちょうど時刻は12時ですね。はい、万座温泉にやってまいりました。ここからのね景色がとても素晴らしいんです。そしてねあちらのねホテルに温泉があるんですけどもね、あこからのね露天風呂が最高に気持ちがいいんですよ。いやー素晴らしい。でこの先ですねあのけなし峠がありますのであちらの方にね向かっていきます。けなし峠もねかなり久々です。ダブル R で行って以来じゃないかな。ダブル R でねここまで来てねどうしても写真がね欲しくて頑張って走ってきたんですよあの時は。あそれではねここを右に曲がります。直線で行くとねつばごい高原に向かいます。万座プリンスホテルというんですよね。ここに入ると有料でございますが気持ちいい温泉に入れます。結構涼しいですよ。気温がね24度まで下がってきました。結構距離あるんですよね。先ほどねあの写真撮影したところから、まあ、18分ぐらいで、到着するような感じなんですけども、まあバイクでねそのぐらいの時間だと、まあ、結構距離ありますよね。ここですね、ここをね左に曲がっていきましょう。この先がけなし峠になります。さあ Google ナビではあと4キロということでねもう5分ですよあと。そしてこの途中なんですけどね右側に林道の入り口があります。一度ね僕はあの WR で、走ったことはあるんですけどもね、いやなかなかね難しい、ダートでしたね僕にとってね。もう後ろから走ってきたオフロードのバイクにはね先に行ってもらいましたけども、さあ見えましたよけなし峠。ちょっとねこのカメラでは捉えきれてないと思いますけども、向こうの方にけなし峠が見えました。今日はとにかくねその写真を撮りたくてやってきたっていう感じでね、非常にもう今からワクワクしております。ちょっとね道は細いんでねちょっと気をつけていかなければなりません。さあダートのね入り口もうすぐですね。今ね下にねちょっと見えましたよダートが。ここですね、ここを右に曲がると林道の入り口になっていきます。
ょっとね泊まってみましょう。ここですね、ここが湯沢線ですね、林道。このようにね、なかなか入り口から砂利が引かれていてね、難しい林道となっております。さあこのね林道湯沢線、なかなかね手強い林道なんですよ、僕にしたらね。結構ね本当に距離があって、14キロって書いてますね。このようにね砂利の道が結構長いんですよね。いやダブル R でもね僕ねまあ下手くそなんでね結構苦労しましたね。さあそれではけなし峠にね向かっていきましょう。さあけなし峠までねあともう少しです。さあ車がね何台か止まってますね。素晴らしい景観です。この辺りはねまた後で写真撮りましょう。いいところは。さあ間もなくけなし峠です。さあやってきました。このようにね路面は多少荒れたりしております。ここでねちょっと写真を撮りたいと思います。はい、アフリカツインでけなし峠までやってきました。どうですかこれ、アフリカツイン素晴らしく似合ってるでしょ。ここはね来たかったんですよ、以前ねダブルRで来ましたけども。これね気持ちのいい景色となっております。向こうの方もね行けるんですよ、実際ダートは続くんですけども。まさにここから見る絵はですねツーリングマップルの表紙になってる絵と全く一緒の場所なんですよね。僕はねあの表紙を見た時にねここに来たいと思ってダブルRで来ましたけども、今日はねこのアフリカツインで初めてやってきました。とてもいいところですよ。さあ向こうにねアフリカツインが止まっておりますが、ちょっとね他のところ上がってきましたけども、素晴らしい景色です。でね、林道がね、こうずっと続いてるんですね、こちらの方。林道っていうのかな。ずっとね、これ下の方まで下れるようになっております。今は多分通れないと思うんですけどね。どうなんでしょうか。いやー、気持ちがいいですね。ここはね、ちょっとね、他のところとちょっと違う雰囲気なんですよね。はい、次はですねアフリカを反対側にね止めてちょっとね景色を撮っております。なかなか素晴らしい景色です。まだ先に道あるんですけども、ここから戻ってですね再び滋賀草津道路の方に向かっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それではね再び滋賀草津道路に行きます。このようにね砂利道になっております。いやー取れました。今日のね一番のミッションはここでした。ミッションとりあえず達成です。